内海竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原と心の診療所院長内海武雄と申します。この放送では、いろいろなされちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開の場所で皆さんからご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。 ということで、えっと、毎週月曜日はですね、まあ、できれば、えっと、面白い、面白いというか、勉強になる資料をね、ご紹介していこうかなと思うんですけれども、今日ご紹介するのはですね、えー、一般社団法人日本作業療法士協会から出ている作業療法って何ですかこれをですね、ご紹介したいなというふうに思います。で、これですね、発見したきっかけは、えっと、先月からあ今月かな、えー、の、あ、先月ですね、えー、の、 医療系 YouTuber の集いで、作業先生ですね、YouTube もされておられて、まあ、各種 SNS をかなり精力的にされている作業先生が、えー、認定の作業療法士を捉えたみたいな話をされていてで、そこでね、初めてこの作業療法士協会のね、ホームページ見たんですよね。そしたら、えっ、ー、と、かなりこの作業療法って何ですかっていう資料がね、良かったので、これをね、ご紹介したいなというふうに思いました。で、私自身はですね、今は、 あの、あんまり作業療法士さんでね、関わる機会もなくなってしまったんですけれども、以前は、えー、リハビリ専門のね、病院に勤務してたんで、もう作業療法士さんにはね、も非常にお世話になりましたし、あとは、えっと、精神科のね、単科の病院にも行ってたりしたこともあったんですが、そこでもね、作業療法士さんって、まあ、ちょっと後からもお話しますけれども、いらっしゃるんですね。そこでもね、結構お世話になって、いや、作業療法を、 のことをね、もっと知っていただきたいなと思って、どうしてもね、リハビリというと、理学療法士さんのやってるリハビリがリハビリみたいに思われがちなんですけれども、実はね、作業療法士さんとか、まあ、ST さんもそうなんですけどね、そこら辺のリハビリもね、非常に大事なんですけれども、 まあその中にも作業療法ですね。OT に関して今日は一緒にこの資料で勉強していきたいなというふうに思います。はい。ということで、まあ、題して作業療法って何ですかってそのままなんですけれども。で、えー、まず1ページ、ページ目っていうのかなこれ2ページ目っていうのかなはい。えっ、ー、と、1枚めくっていただいて、これビジュアル的にもね、非常にね、なんか、あの、センスある資料なんですけれども、作業療法。それは、 心と体のリハビリテーションっていう、そんな書き出しからになってますね。これなんかどっかで聞いたことがあるフレーズですけども、えっと、心と体、両方にリハビリテーションをしていくっていうのが作業療法なんですね。だから、えっと、まあ、ここに書いてありますように、まあ、日常生活のようにいろんなあ動作、作業ありますよね。まあ、そういうところのリハビリもそうですし、あとは、えっと、心を、 の面のリハビリですね。ここも一緒にやっていくっていう。だから、まあ、ま、精神科領域にも入ってるっていうのはそういうことなんですけれども。はい。っていうので、えー、作業療法士さんが、まあ、いろんなところで活躍されてます。 で、その次のページに行っていただくと、作業療法士はあなたの町のあちこちにいますっていうことで、まあ私自身はですね、やっぱり医療の人間なんで、医療に関連する作業療法士さんとね、関わる機会が多いんですけれども、実は、あまあこれ,これ、公認心理士もね、同じですけれども、いろんなところにね、いらっしゃいますよね。で、えー、っと、ここの中では、 7つ書いてあって、えー、医療ですね。まあ医療だったら、まあ病院とか、えっ、ー、と、クリニックとかそういったところにいますけれども、あと介護ですね、えー、老人保険介護老人保健施設、老健ですね、とか、デイケア、デイサービスとかですね、そういったところにもいらっしゃいますし、あと訪問もされている方いらっしゃいますね。訪問看護ステーションにも、おお OT さんっていらっしゃることもありますね。そういう介護領域。あとは福祉領域、保健、えー、教育。 あと、労働手法っていう感じで、まあこれ、公認心理士と結構似てますけどね。はい。そんな感じの、まあかなり幅広い分野で、えー、OT さん、作業療法士さんは活躍されてますっていうのが2ページ目に書いてありました。で、 えー、でですね、まあ、これね、すごいよく聞かれますし、まあ、理学療法の理学も何なんだっていう話ですけれども、作業療法のね、作業って何なんだっていうのはね、結構多くの方がね、疑問に思うんじゃないかなというふうに思いますね。で、その回答がそもそも作業療法の作業ってっていうことが書いてあります。で、これ、えっ、ー、と、大きくこの中では4つ書いてあって、1つが生活活動ですね、えー、掃除したりとか、あ 勝利したたいいとかでですねそういったもので2つ目が、えー、創作表現活動っていうことで、えー、陶芸編み物など手芸や工芸での作業っていうことでこういうのね結構本当にねリハビリでやるんですよねえっ、ー、とこれなんか普通にこれがリハビリなのみたいに思う方とかいらっしゃるんですけどこれもねリハビリなんですよねはい。 で、3つ目がですね、この感覚運動活動っていうことで、風船バレーボール、これね、前の施設にもやってましたけれども、これもね、本当になんかリハビリなんみたいな感じですけれども、これもね、えー、ちゃんとしたリハビリですよね。はい、で、えーと、4つ目が仕事学習活動っていうことで、農作業や勉強など、社会での 作業っていうことで、まあ、この4つがね、書かれていたりします。まあ、特にね、仕事とかは、あの、私も以前の病院ではそうだったんですけれども、パソコン、えっと、その、仕事されてる方がですね、あの、脳卒中とかになると、お、聞き手が使えないとかですね、えー、文字がうまいこと使えないとかっていうことで、そのパソコン作業をねどういうふうに使えるかっていうあ、どういうふうにできるようになるかっていうのをね、結構ね、OT さんがね、えー、熱心にやってくれた、工夫して、 え、患者さんに合った使い方をね、工夫されてしたり、工夫されていたりもしましたね。はい。はい。っていうのが、まあ、作業の、まあ、ざっくりした解説で、まあ、作業ってね、まあ、この一言目に書いてありますけれども、まあ、かなりね、幅広い活動なんですよね。はい。だから、あの、どうしてもね、こう、リハビリっていうと、その、立ったり座ったり歩いたりとかっていう、そういう、まあ、いわゆる理学療法的なものをね、イメージされることは多いと思うんですけれども、そうではない、えー、日常生活全般、 に関して、この作業療法で扱うんだよっていうことは知っておいていただけたらいいかなというふうに思いますね。はい。で、その次に行くと、えっ、ー、と、この作業療法の対象となる人っていうことが書いてあって、えー、まあこれがさっき言ってた心にも体にも子供からお年寄りまでっていうことで、本当にね、もうほ、ほぼすべての病気とか年齢が、まあ作業療法の対象になりうるかなというふうに思いますけれども、まあ、 あの、左が心と体って書いてありますけれども、まあ心の病気ですね。まあいわゆる精神疾患ですね。に対しても、当然関わりますし、あと体の病気ですね。まあ先ほど言ったよう脳血管障害とか、えっ、ー、と、まあ癌とかもね、関わりますしあ、これ腎臓書いてないですけど、腎臓も関わっていただいている方でいらっしゃいますよね。はい。 で、ええー、あとは、まあ、年齢も様々で、まあ、発達期から高齢者。あ、特にね、認知症ですね。認知症はですね、これ以前も私、認知症ケアサポートチームっていうのをやってましたけれども、そこでもね、OT さんが、特に認知症のね、b p s d にどういうふうなケアがいいかみたいなので、ね、一緒にやったりもしましたね。だからこういうね、もう本当に若い方から高齢の方まで、えー、関わるっていうのが作業療法ですね。はい。 で、えー、っと、その右側に行っていただくと、あ、そうですね。右側が、だから、基本応用、社会適応3つの能力を維持、改善っていうことで、まあ、本当に、えー、っと、まあ、先ほど言ったのは社会適応能力の話ですけれども、その前、段階の、その日常生活のこととかですね、あと、感覚の問題とかですね、もう、かなり幅広い領域にわたって、こう、リハビリをやっていただけるっていう、そんな感じです。はい。で、えー、っと、 あで、その次からですね、体の障害の場合と心の障害の場合っていうことでおのの書いてありますけれども、まず体の障害の場合ですね、ま,あ、まず入院してですね、まあ、特に例えば脳梗塞とかだったら、急跡病院っていうところに入院すると思うんですけれども、そこで、えー、まずそのリハビリの取っかかりの部分だけやり始めますけれども、ただ急跡病院ってね、今まあ、 あの、二週間とか、それぐらいで定員しないといけなくなるんで、そっからがね、回復期っていうことで、まあ、ここがね、非常に長いんですよね。えー、っと、回復期って、まあ、例えば、脳卒中で、えぇ、ー、工機能障害っていうの、まあ、ちょっと高次脳機能障害難しいかな。まあ、あの、脳卒中だったら、基本で半年近くのね、入院ができるんですよね。で、その中で、えー、まあ、いろんなリハビリをやって、えー、日常生活に戻っていくための訓練をするっていう、そんな感じですね。 で、その後の生活期っていうことで、まあ、これ維持期ですけれども、おまあ、リハビリ、や、その回復期でやって終わりっていうわけではなくて、日常生活に帰ってからも、まあ、リハビリをやっていくっていうのが重要で、まあ、それが生活期のリハビリっていうことですね。はい。っていう感じになりますし。あとは心の障害ですね。心の障害の場合には、病院だけではなくて、まあ、ここに書いてあるように、えっ、ー、と、職場とか地域とかですね、そういったところで、えー、まあ、様々な支援を受けられるっていう、そんな感じになって しますはいというそんな感じですかね。で、えっ、ー、と、あ今から作業療法士さんになる方はいらっしゃらないかもしれないですけどね。ってか、これ僕も勉強になったんですけれども、はい、作業療法士になるにはっていうのが、その次に書いてあって、えっ、ー、と、作業療法の発展のため、世界ともつながる、これからもかけがえのない、その人らしさのためにっていうようなことで終わりっていうことになってます。 はい。という感じですかね。まあ本当にね、えっ、ー、と、冒頭にも言いましたように、作業療法士さん、私自身は非常にお世話になりましたし、えっ、ー、と、もっとね、作業療法のことを知っておいていただいてもいいのかなと思って、今日はお話しさせていただきました。はい。ということで、今日のお話が参考になったという方はですね、ぜひ、えっ、ー、と、いいねとかですね、えぇ、ー、Twitter、X ですね、えー、スレ t h r e ー d s s などで、えー 感想などお寄せいただけたら大変嬉しく思います。はい。ということで、えー、最後にですね、昨日から、あの、ちょっと心身じゃんけんをやろうと思っていて、えー、新進じゃんけんいきますよ。心身じゃんけん、じゃんけん。パーはい。これちょっとタイミングがいいのかどうかわかりませんけれども、お相手はないかえる竹けでした。興味心身。